伊藤孝恵さん。冒頭ですね、ちょっと通告してないんですけども、お願いが1点ございまして、全国の小中学校で配布されている子どもの人権 SOS ミニレターってありますよね。あの子どもたちが相談したいことを書いて法務省に送ると必ずお返事がもらえるというあれです。あれに今回大阪に住む基礎疾患のある7歳の男の子がコロナで密な学校が怖いのでオンライン授業にしてくださいと相談したら、なんと人権擁護委員から学校に行かないと損しちゃうかもね、今は諦めて学校で頑張ってと返事されたそうです。7歳に対して諦めてってびっくりしてしまいますけども、大臣、文科省はギガスクール構想を推進しておりますね。そして大臣も昨日も閣議後の記者会見でオンライン授業と対面授業の積極併用について言及をされております。こういった文科省の方向性というのが法務省は伝わっていないようなので、それらを共有いただくとともに、こういった子どもの心に寄り添わなくて、何が SOS だと、言葉は勇気にも絶望にもなるんだから心を込めて対応しようというふうに言っていただけませんでしょうか。萩生田文部科学大臣。突然の質問なんであれなんですけれど、政府全体でやっていることですから、もし学校現場のことであれば、ちょっとですね、省庁の壁を越えて問い合わせをした上で答えを考えるような少し一呼吸余裕があってもいいんじゃないかと思うので、これは政府全体でしっかり受け止めてですね、7歳の子が勇気を持ってそこに連絡をしたんだと思います。彼が望んでいることが直ちに実現しなくてもですね、もう少し幅の広い答えの仕方があったんじゃないかなと思いますので、少なくとも、コロナに関してですね、恐怖心を持つお子さんがいらっしゃることは現実事実だと思います。それに対して我々しっかり寄り添いながら、しかし学校の感染拡大防止にしっかり力を入れながら安全な学校を作っていきますよということを発信していきたいと思いますので、オンライン授業と合わせてですね、しっかり前に進めていきたいと思います。伊藤孝恵さん。大臣、心ある答弁をありがとうございました。こういったコロナ禍における大人の不安というのは子どもの不安に直結しています。やっぱりこう移っていくんだなというふうに日々感じます。こういった子どもたちの心、学びの空白がもたらした子どもの心の問題も大変心配です。そういったものにちゃんと寄り添えるように、今大臣からも言及ございましたけども、いろいろ省庁の壁を越えて、必要であれば教育学者や発達心理学、児童心理学、小児科の先生、また現場の先生にもその知見を共有いただいて、子どもたちに向き合っていただきたいと切に願います。さて、司法修習生に対する給付制が廃止された2011年11月から、給付金制度が創設された2017年4月までのいわゆる谷間世代、特に新第65期から第67期の本年度貸与金およそ30万円の返還期限が7月25日に迫っている件について伺います。現状ですね、弁護士を取り巻く状況といえば、緊急事態宣言後裁判期日はほぼ取り消され、行政機関等の法律相談業務も中止となり、収入減少が見込まれております。大臣、これ個別の返還期限猶予申請書を要求することなく、延滞金を発生することなく、返還義務者全員に対する猶予措置、これ講じていただけませんでしょうか。萩生田文部科学大臣。ご質問いただいた件につきましては所管外でございますので、私からの直接のお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけど、関係省庁等と連携しながらですね、プロセスとしての放送要請の一部を担う立場から、先生の問題意識は所管の省庁等にお伝えさせていただきたいと思います。伊藤孝恵さん。大臣、これじゃあ事実として共有させていただきますが、貸与金の返還猶予は平成29年改正前の裁判所法第67条の2、第3項には定められております。現下の状況を鑑み、実際今国税地方税は納付の猶予を行っております。各種保険料や住宅ローンの納付徴収返済猶予もあります。奨学金の返済猶予も拡充されました。これ根件とそれらと何にも違わないと思うんです。大臣、いかがですか。萩生田大臣。すみません、所管外なんでちょっと詳しくは分からないんですけど、最高裁に個別に貸与金の返還期限の猶予を申請することがすでに可能になっているというふうに承知をしておりますので、最高裁が適切に判断されるものだと思います。伊藤孝恵さん。はい、可能です。でもね、延滞金生じちゃうんですよね。
で、これらそういったものがないように対応をしていただきたい、大臣の方からも付言していただきたい、お願いを申し上げます。この谷間世代というのは今およそ1万1000人、全放送の4分の1を占めるそうです。で、今回この若手弁護士たちが中心となって、今コロナ禍で困窮する方々への無料電話相談ですとかオンラインの面談を立ち上げて、その職責を果たされています。こういった真摯の精神に富んだ彼ら若手弁護士がまさにその担い手なんです。世の中の不公平不平等に立ち向かっているその人たちの不公平不平等も解消して差し上げなければいけないじゃないですか。そしてそれはここのこの立法府でしかできないことだというふうに思います。こういった国民の権利利益を擁護する司法権の担い手の規制は国家の責務です。大臣の責務です。こういった返済猶予のみならず、谷間世代への抜本的な是正策を講じていただくことを求めたいと思います。この抜本的な谷間世代への施策、そういったものについて、大臣、最後、ご見解お願いいたします。萩生田大臣。いわゆる谷間世代と呼ばれている人たちが、ある意味、せっかく司法試験に合格してもですね、十分な収入にたどり着けてない、さまざまな苦労をされているということは、読み物などでは承知をしているんですけれども、所管外でございますので、先生がそういうご心配されていることはよく今回の質疑で分かりましたんで、これ、最高裁や法務省ともしっかり連携を取りながら、将来を担う世代だと思います、こういう人たちが前向きに仕事ができる環境づくりに、文科省としてできることが何があるのか、ちょっと分かりませんけれど、課題を共有してですね、しっかり支えていきたいなと、そう思っております。伊藤孝恵さん。では次にコロナ禍の学校現場について、大臣認識を伺いたいと思います。かねてより大臣にお願いしております、全国学校一斉休校の効果検証、影響評価というのは、その後も進んでいないというふうに承知しておりますが、今日資料をお配りしております。第1波で分かったことは、資料1をご覧ください。主な感染経路は飛沫感染、接触感染、特に接触感染、ということ、また資料2をご覧ください。実際、重症化したり亡くなるのは高齢者が多く、子ども10代の重症者死亡率は、現在の日本においてはゼロという事実です。どうやら2週間という長いウイルス潜伏期間の間に、免疫力のあるものは抗体ができて無症状化し、免疫力が落ちているものは発症に至り、基礎疾患のある場合は重症化するのではないかとの指摘や、この無症状感染者を徹底した PCR 検査によってあぶり出し、隔離しなかったことで、現在、中国の春節旅行客由来の武漢型、欧米帰国者由来のイタリア型、そこから変異した東京、埼玉型と呼ばれるコロナウイルスがエピセンターを形成してしまったと指摘する専門家もいらっしゃいます。また、最も感染症対策を困難にしているのは、SARS などの発病してから人々感染する病気と違い、コロナは潜伏期、症状が出る前から感染するということです。さて、このような外形的事実を踏まえ、学校現場で起こっている課題、まずマスクについて伺いたいと思います。私の手元に文科省の事務連絡があるんですが、体育などを除き基本的には常時着用と書いてあります。熱中症への対応もするように付記してありますけども、基本的には常時着用、この言葉の効力は疫学的知見を持たない学校現場にとっては天の声なんですよね。そして担任の先生にそう指導された子どもたちにとっては、またそれも天の声なんです。資料3をご覧ください。毎年学校現場で起きている熱中症の件数です。無念の極みですが、亡くなる子どもも例年後を絶ちません。過去5年の7月、8月の平均気温も参考につけておきましたけれども、今年は6月24日までに47都市、すべてで真夏日を記録しています。6月の気温は仙台市で平年より 2.4 度高く、東京では 1.8 度、名古屋で 1.9 度など、いずれの都市でも平年値を上回っており、昨年より暑くなる蓋然性が高いと言えます。うちの我が家の7歳もですね、今年一番の暑さを記録したおととい、31.9 度でした。体育の後に気分が悪くなったそうで、学校に迎えに行ったら、第二保健室なる場所で寝ておりました。保健室がいっぱいで入れなかったそうです。このマスクは暑いだけではなく、この口元が湿っているので、水分不足に気づくのが遅れます。幼稚園や低学年、発達障害児はマスクをずっとしていられません。聴覚障害を持つ子どもは口元が見えないと不安です。学校ではマスクではなく、フェイスシールドではダメかと聞いたら、ダメだと言われた保護者もおります。これ、もしですね、マスク着用がないとダメだという論拠が、空気感染をするとか、エアロゾル感染を疑うエピセンターレベルだとしたら、
これはもう即休校にしなきゃいけないレベルですし、飛沫感染を止めるためであればフェイスシールドでもかなわない。もっと言えばこのウイルスは接触感染、その媒介感染しないのだから、指先にウイルスが皮膚から染み込んでいくわけじゃないんで、ここにウイルスがついても触らなければ感染しないんだから、徹底すべきはマスク絶対というよりもこまめな手洗い、またはそのこまめな指先、指の消毒ということになります。灼熱の夏休みでも授業するというふうに、もう決めたんですよね。ただこの事務連絡の書きっぷりでは体調不良続出で授業ではどころではなくなるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。萩生田大臣。基本的にですね、感染拡大防止のためにマスクの着用というのは確かにガイドラインの中で示しておりますけれども、今まで経験したことがない夏休みを短縮しての授業などを実施しなくてはならない事態が全国の自治体で起こっております。で、当然現場の判断で体育の授業ですとか、あるいは湿度が、温度や湿度があまりにも高いときなどは必ずしもそのマスクをずっと つけ続けなさいということを申し上げているつもりではないんですけれど、初めてのことでございますので、改めて大体、夏休み期間が今日あたりから始まるわけですから、ちょっと確認してですね、誤解のないように柔軟な対応ができるようにしっかり徹底してまいりたいと思います。伊藤孝恵さん。ありがとうございます。ぜひこの書きぶりもう一度チェックしていただいて、学校現場との認識の相違よろしくお願いいたします。さて今学校の先生はかねてよりの業務方に加え、イレギュラーな授業の準備、子どもたちの体調や心を気遣い、保護者への不安にも応えながら授業前後の全校消毒作業も担われております。PTI やボランティアの協力もある地域もありますけれども、不特定多数の、またその方が無症状感染者の可能性もあるとして、申し出を断っている学校もあるなど、その対応は学校によりさまざまです。もとい、文科省や自治体のガイドラインでは、教職員が消毒作業を行うことが前提となっており、外部の専門業者に依頼したり、公務支援スタッフを雇用する自治体は限られております。文科省はスクールサポートスタッフの追加配置予算を二次補正に計上していると胸を張りますけれども、全校に枠がある予算規模ではありません。また補助額が3分の1負担では手を挙げられない自治体もございます。国の負担分の引き上げが必要ではないでしょうか。また補助額が少ないために執行を見送った県でも未消化予算が発生した場合、他県の移し替えは、予算の再配分ですね、可能なのでしょうか。これもう1ヶ月以上私文科省からのお返事をお待ちしているんですけども、いかがでしょうか。丸山初等中等教育局長。お答えを申し上げます。校内の消毒をはじめとしてですね、教師の業務を補助するスクールサポートスタッフを、配置拡充をするため第2次補正予算におきまして、2万600人分38億円を計上をいたしております。ご指摘のありました補助率は3分の1を国が負担をするという仕組みになっておりますが、残りの3分の2のいわゆる地方負担分につきましては内閣府の地方創生臨時交付金におきまして、その全額が措置をされることとなっておりまして、実質的な地方負担は生じないという仕組みとなっております。これは各自治体の方から補助金の申請と、それから先ほど申し上げた内閣府の臨時交付金の申請、これ両方やる必要はございます。申請主義ですから、この申請をやっていただければ地方負担生じないということとなっております。それから国の予算の執行残額につきましてのお問い合わせですが、すでにですね、自治体に対しまして二次募集を始めております。今後生じうる各自治体における未消化分の予算についてはですね、一旦国の方に引き吸い上げまして、秋頃を目途に執行状況調査、今需要を聞いておりますけれども、他の自治体にその分の財源も含めて再配分を行うと、各自治体におけるその追加的なニーズに応じてですね、配置が着実に進むように、そこは柔軟に対応してまいりたいと考えております。伊藤孝恵さん。再配分していただけることを確認させていただきました。当たり前ですけども、先生でなければできない仕事に先生は集中していただく、子どもに伴走していただく、みんなが求めるこの当たり前の推進責任者は文科省でございますので、その他の業務というのに先生たちが忙殺されないようにご指導をよろしくお願いします。最後に学校内で働く大人たちのゲートキーピングについて伺います。
6月2日の当委員会で学校再開後の子どもの学びの空白の保障、伴走に欠かせない教員や学習指導員、スクールサポートスタッフ等、学校内で働く大人たちの暴力行為、性犯罪などの犯歴照会等を含む適正チェックについて質問をいたしました。過去犯歴が一定期間置けば、また名字変更や県をまたげば分からなくなることの課題感を共有させていただいた後、大臣からは幼児性癖など過去の犯罪歴がある人が学校内に入ってしまったら大変なことになる、私がここで将来的に一元的な管理をすることが望ましいというと、これまた他の法制度との絡みもあるが、過ちを犯してしまう学校関係者がいることも現実問題としては否定できないところもあるので、子どもたちの安全のためにどういう方法が取れるか深く考えていきたいと思いますと、大変重い答弁をいただいたと認識しております。あの答弁の10日後、ベビーシッターマッチングアプリキッズラインの登録シッターによる5歳の女の子への強制わいせつ事件が明るみになり、改めて自己防衛とか性教育とかそんなものでは到底子どもたちを守りきれない、そういったことが、または厚生機関や権利擁護、個人用情報保護を重んじる傍らで、小児わいせつ型性犯罪の再犯率が 84.6% に上ることが社会に共有されました。シッター事業は資格がなくても研修などを受ければ都道府県への届け出で始められます。学習指導員やスクールサポートスタッフも特別な資格はいりません。7月2日の厚生労働委員会で加藤大臣は、ベビーシッターを届け出制から許認可制にすることで里親のような犯罪歴照会ができるようにする法整備の必要性について検討する旨の答弁をされております。いわく里親は児童福祉法第34条の20で結核事由が明確にされていることから犯歴照会が可能となる立て付けです。こういった、ゲートキーピングがベビーシッターにも適用できるのではないかという趣旨でのご発言かと推察いたしますが、文科大臣、学校内で仕事をする職種の結核事由も合わせてご検討いただけないでしょうか。何も初犯を防げと言っているわけではなくてですね、学校内で子どもと濃密に関わる大人のゲートキーピングができるよう、まずは結核事由を明文化していただきたいという希望です。いかがでしょうか。萩生田大臣。問題意識全く一緒でございまして、実は午前中の委員会、衆議院の方ではですね、わいせつ教諭のですね、経歴につきまして、罰則規定も含めて厳しい対応を、できるだけ早い国会で法案も含めて変えるということを申し上げたところでございます。で、先生の問題意識は、今回は緊急事態で学校現場に教員以外の人たちも大勢入ってくるのに、そこでチェックができるのかと言われると、確かにおっしゃるように、そういう人たちが臨時雇いなどの形でですね、各教育委員会に申請をしたときに、処分歴などを正しく書く人はあまりないと思うんですね。その自分の罰についてはなかなか書かない人が多いと思うんで、そういう意味では教育委員会、学校においてきちんと面接をしていただいて、経歴の確認をしていただきたいと思います。しかし将来的には学校という場所にですね、出入りする人たちについては、そういった言うならばきちんとしたルールというのは必要になってくると思いますので、前回もご答弁させてもらいましたけれども、安心安全な学校を作るためには、学校に関係する周辺人材も含めたですね、しっかりとしたチェックができる体制づくりというのは、さらに検討していきたいと私は思っています。伊藤孝恵さん。はい、衆院の審議の中でもありました、イギリスでは8歳未満の子どもに1日2時間以上接する仕事に従事するものすべて、ボランティアも含むすべてのものにオフステッドという政府機関への登録が義務付けられています。そして登録には DBS という犯歴執行する法務省外局が発行する証明書の提出が必要というふうに、そういった立て付けになっております。自分の子どもを守りたいと思うように、すべての子どもを同じように守るための努力を大臣にお願いいたしまして、もちろん自分にも課して質問を終わります。